はい、どうもみさん、こんにちは。ということでですね、今回は、この対人世界一の僕が、対人でね、この闘技場で絶対勝てる、戦法をね、お見せしていきたいと思います。まずは、こうやって赤サインを呼んでいただいて、そうですね、まあこれもちろんカーリアの偏方ですね。はい、カーリアの偏方を使ってもらって、で、ここの草むらに隠れるんですよね。草むらに隠れる。こうすることによって、敵の剣が見えない。敵から剣が見えない状態になります。あ、来た来た来た。で、今見えてないわけですよ。俺がいることには分かってるけど、このカーリアの偏方が浮かんでるということはね、敵さんはね、分かってないんで、まあ近づいてきますよね。そして、それで、あとは、こうするだけで、早く当てます。はい、はい、お疲れ様です。もちろんね、煽り行為もするですね。はい、こちらがね、対人最強戦法ですね。まあ他にもね、いろんなパターンもね、ちょっとやっていこうかな。ああ、来た来た来た。本当に、このポジションに隠れることによって、非常に、あれなんですね。カーレの偏方の、この、カーレの偏方っていうのは、今話題の最強ね、魔法なんで、これがね、浮遊しているとね、近寄ってもらえないんですよ。で、近寄ってきてるじゃん。俺がいるのは分かってるけど、草むらで、剣が浮かんでるのが見えない。ということで、こうやって、バシッと。あれ？小賢しいな。小賢しいですね、ああいうのは。あるな、このモーグの槍で、一突きと。もう一回、もう一回、もう一回。あ、逃げる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 。はい、お疲れ様でした。逃がさないです。もう、本当に、対人で、闘技場やっといて、指切りで逃げようなんて、そんな甘いことないですよね。はい。はい、お疲れ様。ちゃんと煽り声も忘れずに。はい。では、次行ってみます。来た、来た、来た。あ、一発外したか。まあ、これ、はい、お疲れ様です。はい、弱い。はい、俺強い。はい、俺強い。はい、俺強い。はい、弱い。皆さんもね、ぜひね、この戦法を使ってみてください。闘技場でね、もちろん赤サイン、拾ってもらって。もうなんかあいつ探していったから、お疲れ。はい、お前が悪い。見つけられなかったらお前が悪い。まあ、見つけても死ぬんですけどね。はい。もう本当に負ける気しないですわ。もう本当に対人世界一です、僕が。来た来た来た。ああ、外したか。まあ、終わりなんで、これで。あ、逃げちゃダメ、逃げちゃダメ。はい、避けて。あ、もう普通に弱いわ。普通に弱い。普通に弱い人。はい、お疲れ様です。まあ、なんか、日をお持ちして。何になるんですかね。時代はカーリアの偏方なんで。はい、次。なんか、何でも。もう、竜とかはもうくだらないんで。もうカーリアなんで、時代は。全部カーリアと、このモーグの槍。もう時代遅れなんだよ。お疲れ。弱い弱い。もう火も弱い。雑魚と、雑魚雑魚。雑魚雑魚。何してんだあいつ。外したか。まずはこれで。小賢しいな。小賢しい。意味わからん武器使ってますけど。もう一丁。ダメだ。もうこれで OK です。はい、お疲れ。もう一発。バカー。はい。もう、なんか、何これだけで死んじゃうの？君、L に押してただけなんですけど、僕。弱いわ。弱すぎて話じゃない。次次。お疲れ。何？血の出た、出ました。この中吹き。はい、中吹きもこのように。どっかのバカ YouTuber が紹介したね。この中吹きもこのように殺せます。お疲れ。何してんの？弱いわ。あと、バンガー編として、この侵入で、このライカード前のかがれ火に侵入したら、侵入した直後って無敵なんですよ。何秒間ぐらい。無敵なんで、それを利用して、モーグの清掃の戦機で一掃するっていうね。はい、ジャンプして。たくさん、バカがいるね、たくさんね。はい、ほら、食らわない。はい、食らわない。俺のは通ります、攻撃。もう、これだけで勝ちます。弱い。ここでね、なんか知能斬撃とかで、なんか侵入してるバカいるけど、モーグのこの、槍が、戦機が一番強いんで。はい。来た来た来た。よいしょ。はい、食らわないんで。お疲れ。もう、瞬時しすぎでしょ。侵入も俺、世界一だな。これは。はい、ということで、皆さん。
こちらのね戦法ぜひとも使ってみてください。もう正々堂々ねやりましょう皆さん。はい、終わりまーす。